いどうもゆうです。今回はですね、エボリューション、また新エボリューション来てますので、まあ2種類来てますね。まあサイバーでのやつと、また、逆語のやつが来てるってことで、その辺見ていきたいと思います。ってことで、スキルウィングディフェンスが来てます。レート386、ペース90、ドリブル85のディフェンス85、ポジション RB の対象が CB の、これの逆バージョンですね。サイド、LB の、条件は一緒っていうのが来てます。で、つくのが一応スキルムーブが5位なのと大胆なパスっていうことになってます。はい。で、まあこの絵は後ほどですね、おすすめ選手見ていきたいと思います。で、もう一つ来てるのが、2フットアタックかな。この逆足5位なのと強シュートプラスっていうのがつきます。まあ無料ですね。まあこれでとうとうあのクリスチャン・ロナウドが入ったってことで、まあその辺も見ていきたいと思います。ってことで見ていきます。はい。サイバーのやつですね、スキル5になりますということで、まあ気になる選手見ていきたいなと思うんですけど、すごいですね。やっぱバッチが 94.7 の厚くっていうのはすごいなと思うんですけど、うん、まあボンマスかな、まず1人目。まあボンマスがスキル5は今までなかったんで、まあスキル5を差別化で使うのはができると。で、まあ、シャドウつけて、まあ、シュート値82のパス89、ドリブル90と、まあ、プレスタも優秀ですし、うん、普通に強いかなっていう印象はあります。はい。で、次。プレスタなんですけどね、これも。インターセプトプラスが結構いいなと思ったのと、ドリブル90あって、まあ、視野がちょっと低いんで、パスはやばいんですけど、まあ、フィジカルもあると。で、容赦なしを的確やっぱサイド持ってるのでかいですね。で、フランスとリーグワンなんで、まあ、バッペと君が合うと。まあ、ディフェンスもちゃんとあってペースもあるんで、まあ、この選手もありかなとは思いました。はい。グリマルドは正直逆にだから、うん、今来てるグリマルドの SBC の方が強いかなとは思います。はい。まあ、この辺もね、セージ・ロベルトってことで、鋭いパスと大胆なパスって来たかと要所なしとなってて、まあフィジカル80とかディフェンス95、ドリブル90のパス90でペース95ですね。まあ強いな。シュート値はちょっと低いですけど、それ以外に関してはめちゃくちゃ優秀だなと思うんで、うん、全体的な能力はすごい優秀ですよね。うん、ちょっと気になる。使ってみて。プレスタもっとあればもう本当十分強い能力してるなと思います。はい。で、出ました。これが多分一番の目玉かな。今回のザンブロッタですね。55になりますと、ペース99、シャドウで、まあそうですね、99のディフェンス95で、シュートは71でパスが84のドリブル86の、フィジカルの86と、まあバースで、ね、55来てたんですけど、まさかのエボで55できちゃうってことで、うん、持ってる方はもうザンブロッタエボありじゃないかなと思いますね。で、容赦なしプラスと大胆パスになってて、まあ、ブロックとサイドタックルとシェードとなってます。まあ、今回の一番目玉かなと思いますね、見てたんですけど。で、次がアシュリーもできますと。で、ジョッキプラス、やっぱ今ジョッキプラス、ね、ジョッキ遅くなったって言ってもプラスやっぱすごいなと思うんで、で、大胆パスとブロックと、で、フィジカル82のディフェンス95のペース99、ドリブル85のペース83と、まあ、アシュリー自体 SBC でも来てましたし、作ってた方はありかなとは思います。はい。まあ、ただ逆にはすごい気になりますけどね。またダンフリ来てるね。ダンフリ前のやつでやったからな、正直。まあ気になるところとかで言ったらその辺になってくるのかなっていうのは思いますね。まあ、サイバーのやつはそうかな。やっぱり、今ある程度能力ないと、結構サイバー自体はめちゃくちゃ優秀だな選手を置いとかないとぶち抜かれちゃうので、うん、まあ、ここはちょっと抜いて、トゥーフットアタックとかな。はい、これで見ていきたいと思います。まあ、今回来たやつと、まあ、掛け合わせも含めてですね、5-5になっている選手も含めて見ていきたいと思います。まあ、1人初っ端から見ようか。 5-5 で98-95、パス低いですね、うん、
まあ、ちょっと物足りないかな。オーバーで見たらすごいけどって感じですね。すごこれ。3つパターン。76を3つ使ってあげる。55だけど、ちょっと残念ですかね。ペース球児さん。ちょっと違うかな。これもね、結構いいなと思ったんですけど、55になってペース91のシュート93。で、パスが89あって、ドリブルも97。で、55です。普通に強いんですよね。これ55でこの能力なんで。まあ、これまあフィニッシャーつけてるからなんですけどね。パワーシュート、テクニカープラスで構成度、ストリッカーと彼の身のこなしとなってます。普通に強いと思いますね。はい。で今回のやつであるイサクですね。イサク55やばいな。これもラビットプラスのパワーシュートプラスでクイックステップのカレムヨカシュートリベラでペース98のハンターつけてペース98のシュート93。パスはちょっと低いですけどドリブル91で、55イサク。イサク自体使用感めちゃくちゃいいので、あのショーダウンでも大概良かったから、だからそれ考えたら普通にありかなっていう気はする。ちょっと使ってみたさはあるなとは思うんですけどですね。はいはい、ありかなとは思います。んで、まあ一番注目されてる選手、裏に回っちゃったかなと、まあこれもありかなと思ってます。パワーシュートテクニカルプラスいってのスーパス高精度ラビットファーストタッチクイックカレルメコシトリッカーでドリブル89のシュート89パス85のベース99。めちゃくちゃ強いなと思いますね。これも普通にありなんじゃないかなと思ってます。はい、まあ、これもハンター付きなんですけどね、まあ、ただこれをわざわざ使うかって言われた時に微妙なんかな。能力上げなかったらあんまりパッとしない数値になっちゃってるんで、あとケミ合わせがやっぱ難しいからそこですよね。それケミ合わせが楽だったらありかなと思ったんですけど、ちょっと、違うくてもいいかなっていう気はします。まあ、でも普通に強いのは強い。おあ、でも55だけどちょっとやっぱね能力が物足りないですよね。学歩もなんか強いけどって感じだね。今後上位互換普通に出てきそうっていう感じはする。まあね、今回の注目はもうやっとエボ来たかっていう選手がね一人出るんですけど、まあこれちょっと外すか、外します。もう掛け合わせは今さっきの紹介選手になるかなと思うんで、まあ無料にでできるんでね、全然今回のはやっちゃっていいのかなっていう気はするんですけど、アセンシオもありますけどね、逆語になったアセンシオ。ペイレルもあっての、あれ少々も、あ、これ55ロナウド届きました。ただプレッサが一緒なんでパワーシュートと、ただ55でペース89ハンターつけてペース89なんですよね。でシュート98のパス77ドリブル83のフィジカル76とか、僕まあ序盤に金ドナウド使ったけどすごい重く感じたんで、まあ、55っていうのは魅力的なんですけどちょっと能力低すぎるかな。さすがにきついと思う。ハンターつけてこれだしフィジカルが別にずば抜けてるわけじゃないし、まあでもロマン枠ですね完全に。まあ使ってもいいかな、まあ無料ですしね、一回試しで55で使ってみるのはありかなとは思ってます。はい、ということで、以上になります。まあサイバーの方が魅力かな正直。ザンブロット持ってる人とかは
でザンブロッタ55作っちゃっていいんじゃないかなと思うんで、毎作強いザンブロッタなんで、はい。で、まあドナウド、ロマンワークとしてぜひ作ってみたらどうかなと思います。はい、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。今ですね、一応転売情報として、まあ、ディスコードの方を運営してまして、まあ入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは、一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。まあこのどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待送ります。で、まあリンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、まあ登録後、僕の、X にまた、DM していただけたらそこから招待の方も送りますので、よければお願いします。まあこれ、まあざっくりとした、まあ紹介文ですね。まあこういうのをあげてますよっていう感じのです。まあ各、その日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、まあここ、これ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、まあ SBC であったりとか、まあ、過去作の TOTY についての、まあ、説明であったりとか、まあ、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、まあ、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、まあ、他にも、まあ、リーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、リーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。まあ、この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、まあ自分の成功した案件とかも、その辺も載してるんで、まあ自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね、以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のも結構数多くいただいているので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、まあだから転売情報だけ欲しいって方は、こっちだけをまあ通帳にして、もし質問の方でこう数が多くて、通知が多くすぎた間っていう方は、こっちは通帳オフとかに分けるように、まあ2つに分けてて、まあこっちであれば、例えばまあプレイの質問であったりも OK ですし、まあスカットの共有とかですね、スカット相談とか、あとまあ雑談も含めて、まああとご質問は、まあ市場転売とか、転売以外っていうのが、まあ先ほど言ったプレイとかになってきます。まあこういうのも、やってますので、まあ、転売以外のところも、まあ、質問できる環境にはしてます。まあ、初心者の方とかも含めてですね。まあ、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、まあ、僕以外の方も、答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。